稲の緑がすっごい綺麗ですね。今日は静岡県西の玄関口湖西市に来ております。今日は湖西市が世界に誇る豊田佐吉記念館に来ています。皆さん佐吉さんご存知ですか？車のトヨタ自動車のグループの創設者なんですよ。では今日は中に入ってみます。こちらの展示室は佐吉の生涯が凝縮された展示となっています。こちらには佐吉が発明した食器が展示しており、奥には佐吉の生涯の物語が展示されております。佐吉は食器の知識が何もないところから、最終的には英国の食器会社が世界一と認め、特許権の譲渡を求められるまでの完璧なものを作り上げました。このたゆみない研究と創造の精神は現在のトヨタグループの礎となっています。こちらには佐吉王の銅像が立っています。佐吉は少年の頃、村の貧困をどうにかしたいといつも思っていました。そんな時、農業の傍ら旗を織る母の忙しそうな姿を見て、私の発明でもっと効率的な食器を作れれば母も楽になるし村も裕福になると考え、寝る間も惜しんで研究に没頭したらしいです。こちらは佐吉さんがご両親のために建てた母屋です。現在は公開されてませんが、期間によっては公開されるようです。現在は佐吉王のお孫さん翔一郎さんのお名前になっております。翔一郎さんはトヨタ自動車の元社長で、現在は名誉会長になっています。こちらは父に隠れて研究していた納屋です。私は母に助けられながら、父には内緒で研究に没頭しました。トヨタグループの始まりはこの納屋から始まったのです。ここを登ると展望台があります。その展望台からは浜名湖を見ることができます。この家は佐吉が生まれ育ったお家だそうです。江戸時代後期に建てられて、平成2年に建て直されたそうです。では中に入ってみましょう。こちらは旗織り機を真っ先に母に使ってもらっている場面です。父親は佐吉に大工を継がせようと旗織り機の発明に反対していますが、佐吉の熱心に研究する姿を見て心の中では応援していたそうです。トヨタ自動車を創設した佐吉の長男、喜一郎もここで生まれました。こちらの休憩室では、機織りの体験ができるそうなので、やってみたいと思います。これが機織り機です。ちょっとじゃあ体験してみようと思います。まずこれを外して中に入って座ります。小学校ぶりです。おで、トントンして足を入れ替えて、トントン、え、足を入れ替えて、シャで、トントン、足を入れ替えて、あれ違った。
母のため、地域のため、国のため、すべてを発明に費やした佐吉の研究と創造の精神はトヨタグループの礎となり、今も受け継がれています。この精神を学ぶためにトヨタ関連の社員研修にも使われるほど佐吉記念館は大切な場所になっています。